皆さん、プレイヤー、こんにちは。ナイストです。元気ですか？今はね、私は中尊寺を出て昼ご飯を食べれるところに向かっています。楽しみ。お腹も空いたし、今日朝はねちょっとしか食べてなくて、昼を楽しみにしてました。はい。で、食べるのはわんこそばです。そう、あのね、平泉でわんこそばは有名ですよ。なんか盛岡でもね有名ですが、あと花巻、そう、ここのところでも有名かもしれないけど、私はこの3つのところしか知らないです。ごめんなさい、外国人なので。で、違いがありますね。あの、盛岡わんこそばは、まあ、なんか座って店員さんはね、あの、こうやっていっぱいいっぱい、あの、食べ終わったらいっぱいいっぱいね、あの、出してくれますね。で、平泉のやり方は、まあ、実際にねまだ行ってないからわからないけど、まあ、読んだ限り、あの、もう24杯くらい、あの、出ていて、まあ、これね、自分のペースで、あの、食べるんですね。で、その後はなんかおかわりとかもね、あの、頼むことができます。で、平泉でちょっと平泉のあのわんこそばを食べてみたいと思います。ちなみに、あの、いくつかのね説があって、あのわんこそばの、まあ、由来優勝ね。で、一つの説としては、あの、現地の人は、あの、客人をもてなす時に、あの、そばを、あの、提供する、風習があるんですね。まあ、あったんですね。今もあるかもしれないですね。で、あの、たくさんのね客人が来ると、まあ、小さなお皿にワンコに入れて、あの、出すのは一番、まあ、やりやすい形だったので、なんかそれでワンコそばのやり方が生まれたのかな。お店に来ました。で、めちゃくちゃね、大きい量が来ましたよ。なんかわんこそばも24杯、そしておかずもいろいろあって、刺身もとろろも、なんか、そう、他にもいろいろあります。すごく美味しそう。で、24杯、食べて、まだ食べれそうだったら、なんかあと1台、こういうね、サービスでもらえるんですよ。じゃあ、とりあえずね、この24杯にチャレンジしていきたいと思います。食べれないかもしれない。食べれるかもしれない。まあ、じゃあ皆さんはどう思いますか？私は何杯食べれるんですか？コメントで書いてください。ちょっと気になります。皆さんの予想。で、食べ方も聞いたんですけど、こういうね、あの、ネギとかつお節と海苔があって、これを、あの、つゆの中に入れるんですね、自分の好みで。まあ、ちょっとネギもちょっと入れて、かつお節もちょっと入れて、そして、海苔も、まあ、とりあえず海苔も入れるか。はい、わー、めっちゃ美味しそう。こっちの方がいいかな。そうだね。じゃあ早速いただきます。今日はね、朝早く起きて、ここにね、平泉に来て、いろいろ歩いて、お腹空いて、わあ、全部食べれそう。でもね、あの、こうやってね言って食べれない可能性もありますね。じゃあ、いただきます。ちなみに量は、まあ、こんな感じですね。ちょうどいい。はい。で、これはここに入れて食べるんですよ。わあ、美味しそう。いただきます。あ、めっちゃいい匂いする。うわ、いいわ、もっと吸いちゃった。そして、冷たいんですね。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これすごい。もう多分全部食べれると思います。いや、これ最高。よし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 。はい、2杯目。最高にうまい。びっくり、びっくりというか感動。うわ、ちょっと刺身も食べますね。あ、なんか今、あの、醤油ついてますね、刺身。柔らかくて美味しい。うわ、口の中で溶ける。最高。3つ目。よいしょ。
味はね深くて、でも同時になんかさっぱりしてて、わあ暑い日に最高。もう今日はね結構暑くて最高に合います。美味しい。4杯目まだまだお腹空いてますよ。なんか面白いもの見つけたんだけど、これ何でしょうね。甘っ、すごく甘い。あの昆布とこれ大根、大根の中に昆布入ってて、そして中にちょっと野菜、人参とか、入ってますよ。面白い味。ごめっちゃ美味しい。トビコかな、ロシア語で言うとトビコ、日本語だけどね。もう面白い音しますね。食感も面白い。あ、美味しい。なんかこれわらびかな。食感面白いね。あとキノコも入ってますよ。なめこ。次いきます。6。梅雨、追加します。次これも大根ですね。美味しい。はい、皆さん、ということで今はこのね一台は完食です。でこの一台は12杯ありましたね。だから今のところは12杯で、でこれからあとどのくらい食べれるのかな、自分でも楽しみ。じゃあ2台目スタート、その前にもうちょっとつゆ追加して、でネギとかねいろいろ入れます。よいしょ。このね容器はめちゃくちゃ面白くて、便利で、便利そう。私も欲しい。正直に言うと美味しすぎて箸が止まらない。めっちゃうまい。これ15目。ちなみにあの読んだのは15杯、そのわんこそばの15杯16杯くらいはもう普通のそばのサイズですね。だから今は私はあの相場の、普通の相場のサイズの量を食べたってことですね。そしたらね、あのまだまだあの余裕があるのは普通ですね。まあちょっと食べれる。すごく美味しいんですよ。最高にうまい。なんかねこうやってね少しずつ食べるとこんなにたくさん食べてるあの感覚はないんですね。そうなんかこれね全部同じねサラに入ってたらなんかすごく大きいサラになって、あこれね多すぎとかね思っちゃうけど、こうやってね少しずつ少しずつ食べてるからそんなに大きい量を食べてるなんか感覚はないんですね。
セミナーさん、2つ目の題も、食べ終わりましたということで24杯です。全部食べ終わりました。美味しかったです。わんこそばも美味しかったし、このねおかずも美味しかった。でもわんこそばは結局ね24杯でもなんかいっぱいになって、まあこれで十分かな、おかわりはいいかなと思いますね。あとねおかずもねいろいろあって、なんかそばだけじゃなくていろいろね食べれるので、いいですね。でもおかずはなかったらもっとそば食べれたかもしれないですね、まあでもおかずもねいろいろあって嬉しい。刺身も食べたし、なんかいろいろね、いや来てよかった。あと皆さん、そば湯もあって、そば湯もね入れて、つゆ飲んでみたいと思います。いただきます。美味しい、あったかくて美味しい。あ、うまかった、はい、皆さんお店出ました。とても美味しかったです。ね、でもね限界はやっぱり20杯だったんですね。もうちょっとね食べれると思ったけど、でもね、もっと食べたらもう胃が痛くなると思ってやめました。他のねおかずもあったし、まあ十分なのかなって思って、めちゃくちゃ美味しかったです。感動しました。そしてね暑い日にめちゃくちゃぴったり、いや最高です。もうなんか平泉はめちゃくちゃいいんですね。なんか落ち着くし、緑も多くていいんですね。ちなみに前回の動画で中尊寺に行きました。まだ見てない方はぜひ見てみてください。そしてね今はね私は荷物を取ってバスに乗りたいと思います。次のところに向かいます。はい、次のところはどこだろうはい皆さん、ということで今日の動画はここまでになります。動画最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。